皆さんはじめまして、プレイズレポーター、東海キリスト教会牧師の辻浦信夫です。今日は日本同盟キリスト教団教会と国会委員会主催、2.11信教の自由セミナー関東地区集会のレポートをいたします。2014年2月11日、信教の自由を守る日、日本同盟キリスト教団椎名町教会において開催されました。主題は改憲の危機に際して、講師は日本キリスト教団引退牧師の安藤はじめ先生です。参加者は63名でした。講師の安藤先生は1926年東京生まれの88歳です。戦争末期の1944年4月に日本キリスト教神学専門学校、現在の東京神学大学に入学され、1950年に卒業して牧師になられました。戦中戦後の教会を体験された最後の世代の牧師先生ということができます。安藤先生が在学中、神学校のカリキュラムの中に、日本は神の国であるなど国体の本義を学ぶ授業、道義化や軍事訓練をする教練化という授業が組み込まれていたことなど、その頃の様子をお話しくださいました。また靖国神社に拝礼することが当たり前のように行われていたエピソードが紹介され、そしてそのような軍国主義と天皇制の流れに抵抗できなかった事実と後悔を告白されました。しかし、そのような日本のキリスト教会も、戦前は昭和2年と4年の2度にわたって国会に提出された宗教法案を廃案に追い込む気概を見せていたのです。ところが満州事変が起こり、日中戦争、太平洋戦争と進む中、いつしか日本の教会は戦争に協力し、軍国主義に傾いていったといいます。そんな時代を経験された安藤先生が今回の講演で訴えられたのは、国家権力から一番遠くに位置する思想・信条の自由を守ることの大切さでありました。かつてそれは共産主義であり、国家権力は治安維持法を制定して共産主義者を弾圧しましたが、やがて同じ法律によってキリスト者も投獄されるようになったのです。自分とは違う信仰だから、違う思想だからと見過ごしてしまうのではなく、思想・信教の自由を守るために、幅広く多くの人々と力を合わせて国家権力に対抗すべきことが語られました。昨年の末に特定秘密保護法が可決され、国家が情報を管理し統制しようとする動きが強まる中、また政府が平和憲法を改めて戦争への道を開こうとしている今、日本の教会に投げかけられた貴重な訴えであると思います。参加された方々のアンケートには次のような感想が寄せられています。戦中に生きたキリスト者の葛藤を実感しました。分かっていても黙っていたという現実、自分の姿勢が問われる時となりました。日の丸君が代問題などを他人事のように思っていたことを反省させられました。
政府から一番遠い思想を守るように祈り、学び、行動したいと思います。以上、辻浦がレポートいたしました。